共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。新たなステージに入った海外宣教の働きが守られますように、そして今週の火曜日に予定されている心ゴスペルの働きが守られますように、心からの祈りができるように導いてください。そしてさらに、私たちが主イエス様を礼拝し心から褒めたたえることができるように守り導いてくださるようにお願いいたします。そして集われているお一人お一人の上に主イエス様からの豊かな恵みと祝福が与えられますように、またやむを得ない事情で礼拝場に来れない兄弟姉妹の上にも、集っている兄弟姉妹と同じように主イエス様からの豊かな恵みが与えられますようにお願いいたします。礼拝を始めにあたって主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をもって主イエス様を褒めたたいていきましょう。よろしくお願いいたします。それでは、まず賛美をもって主を礼拝してまいりたいと思います。最初にお立ちになる方はどうぞお立ちください。あなたの御前で喜び賛美せよ。あなたの御前で喜び踊ろう。心を尽くし心を心を尽くして思いを尽くし力を尽くしてあなたを愛す。
叫べ全地よ主に褒め歌え海よ川よとどろけ全ての全ての国民ハレルヤ。この主がこのさらにこの働き人をこの集めてここに行かれると主は言われます。また教会にこのつながる方々をこのさらにこの起こしていかれると主は言われます。このインターネットの働きを通し、またあなた方が実際にこの出ていくことを通し、またこの祈ることを通し、このさまざまな形でこの人々がこの集められてくることが始まると主は言われます。このさらにこの受け取るこの体制を強めていきなさいと主は言われます。この祈り聞き従うという歩みにおいても、自分自身はその主の声を聞くことができるだろうかとこの思っておられる方々というのはこのおられるとさせられます。しかし主はこのあなた方一人一人に分かるような形で私はその言葉を与えていくとさせられます。それゆえ忍耐を持って聞き続けていきなさいとさせられます。私は最善の人生を開き、また最善の祝福を持って臨んでいこうとさせられます。このさらにこの救われる方々が多く起こされてき、またこの教会離れておられましたがこの回復されて来られる方々があり、またさらにこの新しくこの開かれてくる関わりというのもこのあると主は言われます。このいろいろな形でこの主がこの時代にこの神のこの計画にこの召された者たちをこの集めていかれると主は言われます。さらにこのそれを集められた方々をもってのこの働きを進めていくこの体制ということをこの主がさらにこの整えていかれると主は言われます。このさらにこの備えを強めていきなさいと主は言われます。今回このヨーロッパチームが使わされたというこの流れ、またその中でこのブログを通してこのいろいろな情報に触れた方々の中で、ご自身においてもこの海外宣教という事柄がこの内側に迫ってきておられる方々がいると示されます。そのものはさらに祈りを強め、私の計画を正確に受け取っていきなさいと示されます。宣教に出るのは無理だという、そういった状況の中においても、主は御心であるならば全てを与え、またあなたを導き出していこうと示されます。それゆえ主がどのような計画を持っておられるのか、さらにこの正確に聞き、また従う歩みを進めていきなさいと示されます。私の栄光が豊かに表されていくと示されます。それではもう一度共に主の前に賛美を捧げてまいりましょう。主に行こう、主に行こう、ほふられた子羊、主イエスキリストに、とこしえに行こう。ハレルヤ、もう一度心から称賛を称えましょう。愛する天皇お父様、この賛美の時ありがとうございます。また永遠の言葉を感謝いたします。朝の作礼を主が豊かに祝福し導いてください。朝に主に期待します。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。感謝します。どうぞお座りください。それではしばらくの間お祈りの時を持っていきたいと思います。お一人お一人が主イエス様の御前に静まって、主イエス様との交わりの時、お祈りの時を持っていきましょう。
お祈りはそこまでにしていただき、再び賛美をしていきたいと思います。主に栄光、主に栄光、ほふられた子羊、主イエスキリストに、とこしえに栄光あれ。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。お慣れになれない方はスクリーンの方をご覧いただければと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。それではパウロ秋元牧師に聖餐式を導いていただきます。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でも、それからまだ洗礼を受けられておられなくても、イエス・キリストをご自分の救い主と信じ告白されておられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。また今インターネットで礼拝に参加されておられる方々で、聖餐式を受けたいと思われる方は、ご自分でパンとブドウ酒、またブドウジュースを用意して参加していただきたいというふうに思います。お祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒、またブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットで見ておられる方々のパンとブドウ酒、またブドウジュースを豊かに祝福してくださり、また私人々に恩かどんちの恵みを表してください。主はあなたの皆をあがめます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
イエスはパンを取り、祝福して後これを彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。共にキリストの体をいただきましょう。イエスは彼に言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天皇様、この聖餐の御御をありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。それでは献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ献金の時を持っていきましょう。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。式はThe kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be empty unto you. Hallelujah, Hallelujah.それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから与えられたものの一部をお一人お一人があなたの御前にお捧げをいたしました。どうぞ捧げられましたものを清めてくださり、リバイバルの働きのために、また御国の働きのために用いてくださいますようにお願いいたします。そしてどうか捧げられましたものお一人お一人の上に、主イエス様から豊かな恵みと祝福が与えられますようにお願いいたします。この献金の時を感謝して、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所はローマ人への手紙8章28節になります。ローマ人への手紙8章28節、
新改訳聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書の302ページになります。ちなみに第2版の方は277ページになります。それでは司会者の方で読まさせていただきます。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。本日はこの箇所を通して、証の時、特別賛美、しばらく賛美の後にパウロ秋元牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。